加藤武雄は、日本の銀行家。吉田内閣経済最高顧問。栃木県上津賀郡落合村に、父、昭一郎の長男として生まれる。加藤家は、代々の庄屋で広大な山林を所有していた。旧西宇都宮中学を経て、1901年、慶応義塾大学理財科卒業。就職先の第一志望は、横浜賞金銀行であったが、父の勧めにより、 同年、三菱合資会社銀行部に入社。京都市店長、大阪市店長を歴任。1919年に銀行部が独立して、三菱銀行となった際に、春道はなどとともに、常務取締役に就任。加藤は19、1919年の三菱銀行創設と、同時に常務となっているが、翌年の強行に始まり、関東大震災、金融強行、満州事変、 金融室最近主等の激動の時代に身を、沖銀行の経営に携わってきた。1938年に会長、1943年に頭取に就任。その後、東京会場取締役。1943年、三菱本社取締役、三菱商事監査役、三菱重工業監査役、三菱火星監査役、 三菱工業監査役等の三菱本社理事等、各社役員を兼任。第二次世界大戦終戦後に、一時、公職追放となるが、その後解除。三菱銀行相談役に就任し、三菱財閥の実力者として活躍した。戦前、の一財閥であった、三井財閥の池田重明が、財閥の天候を演出し財界代表として、 生官の養殖についたことから、戦後公職追放に遭い、三井に対する影響力を喪失したことと交対象を成している。吉田内閣経済最高顧問、宮内庁参与、経団連顧問、日本銀行参与、日本工業銀行参与、全国銀行協会連合会会長、東京銀行集会所会長等、多くの養殖を務めた。妻の兄は、三井財閥の実力者であった。 池田重明。子に、三菱銀行副頭取や三菱製紙会長を務めた加藤武彦がおり、その孫に、慶應義塾長の伊藤康平がいる。なお妻の姉、薫は、内務官僚の宇佐美勝夫に嫁いでおり、妻の名、佐藤氏は、岩崎久屋の次男、岩崎孝也に嫁いでいる。第二大区内庁長官の宇佐美武氏と、三菱銀行頭取、 日銀総裁を歴任した、宇佐美ひ氏は、宇佐美勝夫、お、か夫妻の子であり、三菱不走トラックバスの前会長、宇佐美隆氏は、宇佐美勝夫、お、か夫妻の孫にあたる。加藤家は、池田家を通じて、三菱の創業者一族、岩崎屋及び三菱グループと縁の深い宇佐美家と、隕石関係にあると言える。ありがとうございます。